どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが7月29日の木曜日なんですけれども、タイガースは昨日のエキシビジョンマッチで先発の伊藤投手がまさかの4回6失点、そして中継ぎの岩田投手も打たれるということで、やっぱりこう左ピッチャーに少し課題が残ってるんですね。で、今回の動画では今後のタイガースの左投手事情ということで、まあ、先発で期待される高橋投手、及川投手はどのタイミングで1軍で先発できるのか、そして昨日も非公式試合で登板した石井正樹投手、まあ、ちょっと一軍の争いの中から落選かなっていうところをね、前野監督がコメントを出したということで、まあ、タイガースの左事情をまとめてお話をしていきたいなと思います。ということで早速お話をしていきますけれども、まあ、タイガースは昨日の試合マリーンズ相手に9対2で敗れるということで、まあ、かなり左ピッチャーが打ち込まれてしまったような試合展開だったんですね。まあ、これでエキシビジョンマッチは全体で1勝1敗というところだったんですが、まずは昨日先発した伊藤投手ですね。まあ、伊藤投手に関しては昨日の試合終了後コメントを出してるんですが、今日はいろんな球種を試してバッターの反応もできました。ただ打たれてしまったというところは今後に向けて課題ですっていうコメントを出していたんですけれども、まあ、伊藤投手のねこれまでの持ち味っていうのを考えていくと、まあ、ランナーを出しても粘るっていうところが一つ信条だったわけですね。まあ、ただ昨日の試合では新しい球種スライダーを試したりという部分の中で、まあ、粘り切るっていうことができなかった印象かなと。で、矢野監督が昨日の伊藤投手に対してコメントを出してるんですが、かなり昨日は制球に苦しんでいた。あとはまっすぐが基本にならないといけない。もともとガンガン三振を取ったりオスピッチャーじゃないにしてもちょっとかわしに行き過ぎたかな。やっぱりまっすぐがあっての変化球やから、まっすぐをしっかり投げていくというのがもっと基本にないとピッチング的には苦しいのかなと思うというコメントを出していて、まあ、これはね本当に矢野監督の言う通りかなという感じですね。やっぱりこう伊藤投手がいい時っていうのはズバッとね右バッター左バッターインコースに強いまっすぐを投げ込んだりっていうのができていたんですが、まあ、ここ最近負けが先行している試合の中ではその姿が見られないのかなと。まあ、ここがね矢野監督の言う通り、まあ、少しかわそうとしすぎな部分かなと思いますね。で、矢野監督は続いて、まだまだ25歳と若いし、これから何年も戦っていくというところで言うと、まっすぐがあっての変化球、それは本人にも言ったんだけどねということで、まあ、後ほどねご説明していきますけれども、まあ、後半戦現段階でね左ピッチャーの先発としてカウントできるのは正直この伊藤投手だけなんですよね。ただそれだけに期待は大きいと思いますんで、まあ、残りの登板、まあ、1試合2試合ぐらい先発のチャンスあるかなと思いますんでね、しっかり調整してほしいなと思います。で、昨日の試合で中継ぎとして投げた石井正樹投手なんですけれども、まあ、この石井投手に関しては僕もかなり期待していたんですが、早くも後半戦のスタートの一軍争いというところからは脱落かなという形になってしまいそうですね。で、昨日の登板なんですけれども、やっぱりこの石井投手に期待されるところっていうのは左バッターを抑える、まあ、まさしくワンポイントっていうところもねなかなかタイガースできてないので、まあ、その辺のところに当てはまるっていうプラスアルファの部分なんですが、まあ、昨日も対左のワンポイント想定という部分もあったと思うんですが、ツーアウトランナー一塁から安田選手のところで登板したんですね。ただその安田選手に対してスリーボールにしてしまって長打を打たれて失点で、次の左バッターの高浜選手にも、まあ、フォアボールを与えてしまったっていう風な投球内容だったんですね。で、矢野監督が昨日の石井投手に対してコメントを出していて、期待というかもちろんあいつ自身も少ないところからなんとかというのはこっちも十分に分かっているし、でも今日の投球じゃ一軍ではちょっと厳しいかなと思う。それはストライク、ボール、ボール、ボールでなんというのかな、ピッチングができていないというのは一軍ではちょっと苦しい。二軍に行ったとしても抑え方というところもこだわっていかないと、それができたら一軍だと思うということで、まあ、この矢野監督のコメントを見る限りだと、まあ、この先の非公式試合でね全く使わないとは言ってないんですけれども、まあ、事実上後半戦の頭から一軍というのはなくなったかなっていう感じですね。まあ、二軍戦でもねやっぱりこの石井投手の一つの、まあ、課題というのは制球面だったわけで、まあ、フォアボールもかなり多かったと。で、先に追い込んでしまわないとバッターからすればこのピッチャー嫌だなとはならないんですよね。まあ、例えばジャイアンツの高梨投手とかを見ていてもそうですが、もうポンポンとストライクを取ってくるんですよね。まあ、ストレートでもスライダーでも、まあ、この二つでしっかりストライクを取れるっていうところが頭の中にあると思いますんで、まあ、それが一つの理由としてねポンポン自分でカウントを作れていると。で、タイガースには現状左のサイドスローっていうピッチャーがいないんでね、まあ、この石井投手に対してはかなり今2軍戦の段階から楽しみにはしていたんですけれども、やっぱりまだまだ1軍の壁は高いかなというところですね。まあ、今後は2軍で抑え方っていうところまで意識しながら、まあ、追い込み方であったりだとか、まあ、左バッターへの入り方、まあ、そういったところでまたね這い上がってきてほしいなと思います。で、昨日の試合で言うと同じ左の中継ぎの岩田投手ですね。まあ、この岩田投手に関しても前半戦の最終盤に1軍に上がってきて、まあ、それこそワンポイントっていうところに期待したかったんですけれども、昨日は左の鳥谷選手に打たれてしまったと。まあ、岩田投手もね中継ぎ経験が豊富っていう感じでもないですし、まあ、めちゃくちゃ球が速いというわけでもないので、まあ、全体のその技でね左バッターを抑えていくっていうところに期待したいわけなんですが、どうしてもやっぱりこのポジションのピッチャー出てきてほしいですよね。まあ、岩田投手もねこの非公式試合でのアピールっていうのが、まあ、今後かなり大事になると思います。というのも中継ぎで言うと右ピッチャーですけれども小林投手ね、まあ、小林投手は現状2軍というか、まあ、1軍では最後登録されていなかったんですが、おそらく前回の登板とかを見ると、まあ、1軍登録されるんじゃないかなというところなんです。
んで、まあ、この辺岩田投手とかもそうですけれども、当落戦場になるんじゃないかなと。なので、まあ、左ピッチャー、特に中継ぎはね、まずはこう、左バッターをしっかり抑えていくっていうところを念頭に置いてアピールしてほしいなと思います。で、今後ね、タイガースの左の先発事情というのを考えていくと、まずは高橋遥人投手ですね。まあ、この高橋投手に対しては、かなり大きな期待抱いてるよっていうね、タイガースファンの方も多いと思います。まあ、それは僕自身もそうなんですが、まあ、この高橋投手に関しては先日ね、7月の25日の2軍戦で半年ぶりの登板ということで、まあ、いきなり球速ね、150キロを計測して1回無失点というピッチングでした。で、高橋投手が降板後ね、コメントを出しているんですが、投球内容は別として1イニング投げられたことはだいぶ進んだというか良かったと思います。質とかはそんなに良くないというか、変化球もまっすぐも全体的に良くなかったと思う。その中で1個の指標ですけど、150キロ出たのは良かったかなと思います。ここまで何もできてないんで、下の候補に入っていけるように一生懸命とりあえず投げたいなと思いますということでね、まあ、しっかり高橋投手はコメントを出したわけなんですけれども、まあ、やっぱりねこの高橋投手のまあピッチングというのを見てると、まあ、球質とかのね仕上がりはまだまだだと本人も言ってますが、まずは球速、この150キロ出てるっていうところは、まあ、高橋投手もそうですし、まあ、我々ファンとしてもね一つ安心材料かなと思います。でこのね高橋投手のピッチングを振り返って平谷軍監督がコメントを出しているんですが、久しぶりのマウンドでこの前シートバッティングをしたとはいえ緊張もあったと思うけど、首振ってスライダーカットかな投げ取ったな、そういう意味ではまず復活への第一歩を踏めたのかなと。久しぶりの実戦だったけど球速もしっかり出ていた、これから1週間空けるのかというのはリハビリの担当がやるのでしっかり今後を見ていきたいという風なコメント で福原ピッチングコーチもコメントを出しているんですが、焦らせてまた繰り返してしまっても意味がない、十分に調整して本人も自信を持っていけるという状態になってからだと思いますということで、まあ、本当この高橋投手に対しては焦らず完全復活を待つという風なスタイルかなと思います。まあ、2人のコメントを見ていると、じゃあ非公式試合でいきなり投げてもらおうかという感じではないですよね。やっぱり一番最悪なシナリオっていうのは、無理して今シーズン丸々投げられなくなってしまうっていうのが一番最悪なんで、まあ、9月なんなら最後の最後にねこうバシッと投げてくれたらチームとしてもかなり助かる存在かなと思います。まあ、一軍復帰をね待ちわびてる方というのも非常に多いと思うんですけれども、まあ、それはね僕自身もそうなんですが、ただやっぱりこの高橋投手に関してはちょっとね今現状ガラスのエースというか、まあ、怪我が不安なところなので、まあ、焦ってね今シーズン投げられなくなるっていうのが一番最悪だと思いますんで、この高橋投手に関しては気長に待つというかね、まあ、しっかりと高橋投手がいけるという状態になった時に一軍でバシッと投げてほしいなと思います。で、もう一人左ピッチャーで言うと、やっぱり及川投手ですよね。で、この及川投手に関しては、もしかしたら非公式試合で先発登板というのもあるかもしれませんね。まあ、現状藤浪投手と先発ローテ残り一つの椅子を争ってるっていう状態なんですが、前回の7月24日の2軍戦ですね、及川投手はそこで3回無失点と、まあ、素晴らしいピッチングをしました。で、コメントを出していますが、少しでも先発の感覚を戻していけたらなという感じで投げていました。左投げがまさしさんしかいない状況なので、自分も食い込んでいけたらなと思いますということで、まあ、投手むき出しですよね。やっぱりこの及川投手に関しては投げてるボールっていうのはもう申し分ないですね。まあ、中継ぎがねちょっと不安なところっていうのもあるんですけれども、まあ、こういったいいボールを持っているからこそ先発でも見てみたいと思わされる投手ですね。で、やっぱりこの及川投手が先発転向するには、前回矢野監督もコメントを出していましたが、岩貞投手の復活がまあ必要になってくるわけですね。矢野監督のコメントですが、本来は及川は先発で育てていきたいタイプ、もしそこがガッチリとハマるんであれば貞が復調してね投げてくれるというのが両方重ならないとやりにくいと思ってるっていうことで、まあ一つやっぱりこの岩貞投手が後半タイガースがうまく回るための鍵を握ってると思うんですね。で、条件付きっていう感じなんで、岩貞投手の投球内容もね、まあ、今後は注目なんですけれども、ただまあ正直2軍戦の投球というのを見てると、あ、じゃあもう岩貞1軍すぐ行けるなっていう感じではないかなっていうのが僕の正直な感想なんですよね。で、ここまでの岩貞投手の今シーズンの成績ですけれども、30試合に登板して防御率が 4.18、 2勝0敗12ホールドで 23.2 回を投げて奪った三振は23ということで、まあ、しっかり1イニングに1個あたりね、まあ、しっかり三振は取れてるんですけれども、どうしても打たれてしまうんですよね。まあ、これが数字として出ているんですけれども、対右打者の被打率というのが2割5分6厘、そして左バッターに関しては3割0分8厘ということで、まあ、左ピッチャーの岩貞投手からすればしっかり左を抑えたいところなんですけれども、まあ、こういった火消しができていないという登板が多かったで、まあ、2軍降格っていう形になったんですね。まあ、岩貞投手のこれまでのピッチングを見ていると、まあ、どうしても決め球が甘くなってしまったり、まあ、そもそも簡単にねストライクを取りに行ったりっていう部分があったので、この辺が一つ見極めポイントになるんじゃないかなと思います。ただこの岩貞投手に関してはどこかのタイミングでね非公式試合で投げるっていうこともあるんじゃないかなと思います。まあ、それこそ石井投手がもうおそらく矢野監督のコメントを見てるとね、まあ、非公式試合よりも2軍に再合流っていう風な形になると思いますんで、その代わり岩貞投手がこっちに来るっていう可能性もあるんじゃないかなと思います。まあ、先ほどもお話しましたけれども、及川投手が先発に回るであればね、左ピッチャーの先発っていうところを確保できる。ただそういう形に持っていくにはやっぱりこの岩貞投手がね一つ大きな鍵を握ってるって言っても過言ではないと思いますんで、まあ、今後の投球内容、まあ、左ピッチャー全体ですけれどもね、まあ、岩崎投手もオリンピック行ってますから、その後の状態がどうなるのかわからないという中で、左
左ピッチャーの今後の躍進というところは、一つタイガースが順位を上げるためにもね、まあ、優勝というところに行くためにも、かなり大事な存在になってくると思いますので、この辺注目していきながら見ていきたいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者11,800人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次を目指せ、チャンネル登録者12,000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、ドラフォーありがとうございました。石井正樹投手に関しては少し残念ですが、またしっかりとアピールをして、這い上がってきてほしいです。ではまた。